こんにちは。どうも、ひでおです。皆さん、お元気ですか？僕は元気です。そこのあなたは元気ですか？はい、ということで、元気であれば幸いです。はい、みんなが元気なことを僕は心より祈っております。ということで、はい、タイトル通りなんですけど、夏の服、これで十分でした、みたいな多分タイトルだと思うんですけど、まあ、はい、僕のね、夏服、というか僕の私服の紹介です。ただただそれだけの動画です。まあ、ミニマリストでも何でもないんで、ただの貧乏人というか、そう、お金ないだけで、どうやったらお金をこううまく、こう、なんか使わずに、そしてコスパよく、そして健康に、なんかないかなって思った行く先が、僕はスポーツウェアなんですね。まあ、これを今日、今から紹介するんで、まあ、あんまり服持ちたくないなとか、なんか健康に行きたいなっていう人とか、なんか見栄を張らずに他のことにお金を投資したいなみたいな人がいたら、多分僕の動画を見れば、なんだこいつ、こんなに貧乏人みたいな服してやがるってことは僕なら大丈夫って多分自信を持っていただける動画になってませんので、よろしくお願いしません。はい、ということでよろしくお願いします。ですね、まず紹介です。僕の洋服、夏の服はこれで十分ですよねっていうことなんですけど、まずですね、はい、ユニクロのドライ EX ですね、これ1枚と、あと短パン、ユニクロのなんとかアクティブ短パンとかいうやつです。はい、基本これが僕の、普段着です。はい、ちょっとこのね、イヤホンが外れそうなんで近寄りますけど、はい、じゃあ何着持ってるのと、はい、何着あるのっていうことなんですけど、まず、はい、これ、ユニクロ短パンですね。はい、これ同じやつです。黒色 S サイズでございます。はい、これ1着ですね。1着と2着、はい、これだけです。はい、これ実は買ったのね、2、3週間前ぐらいかな、なんですけど、これじゃあ着てる前何着てたかっていうと、ドライ EX の短パンを着てたんですよ。つまりこれ今僕1枚2枚持ってますけど、この2枚分ドライ EX があったんですよ。つまりこれは最近買ったやつで、その前はずっとその2枚、ドライ EX2 枚だけを履き替えてました。ちゃんと洗濯もしてます。っていうか、洗濯して乾くんですよ、すぐ。そう、すごいですよね。だから洗濯ポーして、干して、僕の部屋でそこで干してるんですけど、乾いちゃうんですよね。めっちゃコスパいいです。だからずっと着回せられるんですよ。そう、濡れちゃったっつっても干しておけば乾くんですよ。そう、めちゃめちゃコスパいいです。まず短パンが2枚だけです。はい、これだけです、僕は。はい、で、上着っていうのはシャツ、まずこれが1枚ですよね、ドライ EX。 はい、で、はい、もう1枚あったわ。まあいいや、ちょっとすみません、もう1枚あるんですけど、今、とか思い出しちゃったけど、はい、僕のドライ EX はですね、はい、これと、これと、これと、そしてもう1枚、今あります。もう1枚ね、今、洗濯機ポイって入れてまんまだったんです。すみません、もう1枚あるんですけど、まあ、簡単に言うと、1、2、3、4枚、はい、4枚だけです。ドライ EXT シャツ、ドライ EX ウェア、4枚だけです。しかも4枚って言っても、実はですね、これちょっと着回しまくってると、要するに日焼け、太陽光とか、そういういろんなことが起きまして、結構こう、なんか穴が大きく見えるんですよ。ちょっと見えづらいとは思うんですけれど、そうで、そうすると、なんて言うんだろう、ちょっとこう、若干デザインがこう、なんか穴がめちゃめちゃ開いてるデザインみたいになっちゃうというか、そうなんですよね。で、新しくだから2枚買ったんですよ。つまり古い2枚を、寝巻きを夜寝る時用に着てて、今まだお風呂とかも入ってない5時24分なんで、これはまあ綺麗な方です。 綺麗な方っていうのもちょっとなんか言い方嫌なんですけど、そう、2枚だから、実質のところ外で着てる、僕が着てる洋服って2枚です。これともう1枚の、どちらも今日乾いてる方、こっちですね、綺麗な方、はい、これです。日中僕が着てる、洋服って言ったら、これ、もしくはこれ、そう、そして短パンがこれと今のこれでございます。はい、じゃあ夜寝るときどうするのっていうと、さっきの1枚、ちょっとこうデザインがね、ボロボロ、あ、ほら、ちょっと色がちょっと違うでしょ、ここら辺、このね、ちょっと色が褪せてきてる方を寝巻きとして1枚着てます。で、まあ、ご飯食べてるときとか風呂上がりとかは短パンを履いて、このスポーツウェアを着てます。つまり今僕が動画を撮ってる状態で、夜もこの状態です。ただ寝るときは短パンを脱いで、トランクスとか、今ボクサーパンツ履いてるんですけど、夜はトランクスでね、膀胱とかをね、金玉さんは、あ、やばい、金玉さん、ちょっと、すいません、YouTube さん、悪い、これあれですか、Wikipedia に載ってますか、多分、はい。まあそういうことで、こう、体の健康のためにあえて、血流とか、そう。ね、そういう意味で、短パンを、トランクスで寝てます。まあいいや、どうでもいいですね。はい。まあそんな感じです。で、洋服、夏の洋服だからこれでいいですよねっていうのを、最後総まとめにすると、スポーツウェアが4枚、で、短パン2枚、
これがあればもう夏の服いいですよねっていう、お金かかりませんよねっていうお話でした。はい、一着で、ですね、まあ、セール時とかに、ね、買うとね、ドライ EX は1枚まず1500円なんですよ。まあ、税抜きなんで税込み入れると、まあ、ちょっと高くなり、1600、1700ぐらいになっちゃうんですけど、まあ、税抜きで考えると1枚1500円なわけですよ。はい、でセール時に買えば990円とか1200円とかなんで、コスパいいですよね。そう、4枚買ったとしても1500円だとしたら、4、4、5、20、6000円か。まあそこに税込み入るんで実際7000円とかなんですけど、まあ約6000円で、もうずっと着回せられるんですよ。しかも汗をかいても、もうこのシステムがすごくて、なんていうの、汗をね、逃がすシステムなんですよ。そう。だからめっちゃ汗かいたーっつってても、もうなんか扇風機とか、なんかエアコンとか、ね、つけておいて、ちょっと放置しておくと、もうすぐに乾いちゃうんですよ。あれ、サラサラじゃねみたいな。そう、で、匂わないんですよ。っていうことになります。そう、めちゃめちゃコスパいいんですよ。で、短パンが、これがね、いくらだっけ、2000円かな。ドライ EX 短パンも2000円とかでした。だからセール時に買うと、まあもっと安く買えますって考えると、セットアップ買ったとしても、これが2000円で、これが1500円だから、3500円でセットアップが買えるわけですよ。つまり3500円をもう1セット買えば、7000円ですね。7000円あればとりあえずこうルーティーンが軽くできるわけですよ。しかもすぐ乾くと。そう、しかも畳んでもシワがつかない。つまりアイロンする手間とかも省けるわけですよ。そう、めちゃめちゃいいっすよね。はい、でしかもこれって体型が、まあ、嫌でも出るわけですよ。はい、で僕の場合、まあ、普通にね、お菓子食べたりとか、なんかカップ麺とかよく食べたりとかしてますけど、まあ基本的に運動というかウォーキングというか、なんか家で腕立てとか、なんか外で懸垂したり、なんか意味わかんない、なんか腹筋上げたりとかやってるんで、まあ勝手に自動的にね、なんか体が、なんだろう、こう燃焼されてっちゃうんで、まあどうでもいいんですけど。要するに、運動しないと、だから冬とかになると僕も普通に腹とか出てきます。腹というか、なんかそう。なんだけど、要するにそれがゆえに、あ、なんか自分の体を見たときに、あ、なんかこれもうちょいこう鍛えたいなって思ったところとかが一発で出るというか、そう、別にこれ、なんかお腹が出てるとか、なんか胸板がとか、そういう話をしたいんじゃなくて、自分自身が見たときに、あ、ここなんか最近、なんかいい感じで鍛えられてるんだ、みたいな。その自分とのなんか達成感的な。自分の姿を見て自分がこうなってるっていうのを日々日々感じれるわけですよ。これめっちゃ面白いです。そう、別になんかマッチョになりてえぜとかね、めちゃめちゃ痩せますとかじゃなくて、自分の鏡を見た瞬間、こうやって動画撮ってる時もね、本当に自撮りですよ。今自撮りして独り言喋ってるだけの人間なんですけど、それ見た時に、あ、なんかここら辺がこう体変わったなみたいな、その変化を感じれるっていうのが僕は楽しいなと思ってて、まあそんな感じでね、そういう意味では運動とかにも最適というか、そう、これ着てればとりあえず、しかもこのまま運動していいわけですよ。はい。で、僕はいつもこのままウォーキング行って汗かいて1時間とか汗かいてるんだけど、気がつけばまたスクーターとか乗ってると風でスーってなって、気づいてはサラサラなんですよ。あれ、汗どこ行った？みたいな。まあもちろん汗とかってね、体についてるんで、しっかりシャワーとか浴びます。シャワーって言ってもお風呂前ですけどね、とかね、ありますけど、そう、基本的にはね、そんななんか、このドライ EX パワーとかっていうのもあって、ドライ EX パワーっていうかね、その、あれですよね、抗菌、防臭とかで、本当に、ね、全然なんか洋服とかの、その自分の汗とかも全くあんまり感じないです。そう、で、まあ、普通に職場とかで何も言われませんし、昔僕保育園で仕事してたんですけど、本当にありがたいことにね、なんか汗かいてもなんかいい匂いとか言ってね、こうみんな嗅いでくれたりとかして、なんかありがとうございましたって感じなんですけど 何の話だよっていう感じなんですけど、まあそんな感じでね、夏の服これでいいですよねっていう話は、まあ要するにそういうことです。ドライ EX シリーズ買えば OK だよねみたいな。で、多分これから秋になるじゃないですか。で、秋になるってことはセールで買えるわけですよ。僕これ日中じゃない、あれなんですよ、ずっと着てるんですよ。はい、これ着てる前は違う色のドライ EX だったんですけど、冬でもこれ着てます。冬に半袖の上からダウン1枚適当に買って、それを着ればもうそれで十分なんですよね。そう、なんでこれはね、ちょっとセール時に、ね、皆さんもね、もしね、あ、ちょっと身軽になりたいなとか思った人とか、あ、これからもちょっと運動を毎日続けたいなっていう人はね、ユニクロとかに行けば、そう、だからユニクロとかじゃなくてユニクロです。はい、ユニクロでどちらも売ってますみたいな、ね、めっちゃコスパいいです。はい、おすすめです。でね、秋とかになってくるとさ、どうするかっていうと、僕ですね、洋服これだけなんですよ。はい。マジで。はい。もうほんと綺麗に収まってるんですけど、これ入ってるのがですね、そう、これで見せるの初めてですよ。これダイソーのなんかトラベルパックとかいうやつです。結構前からあります、これは。はい。こんな感じで入ってます。見えるかな？光の逆光であれなんですけど、これがドライ EX パーカーです。はい。これと同じ色。この僕が着てるウェアと同じ色のやつです。これも軽いし、シワつかないし、このなんだろう、スケスケなんですよ。だから、すごいいいです。ちょっと寒いなーって時とかに1枚持っておくと、
ね、寒さ対策にもなります。はい。で、これが GU で買った、防風ジャケットですね。防風、ウィンドプルーフジャケットです。はい。なんか、若干こう、風を通さないやつ。そう。だから、やっぱこれ着てるだけでも、風がそう、ブワーってきても、全然ノーダメというか、そう、って感じです。はい。で、あと、若干これ、そのレインウェアというか、若干雨降ってても、まあいいんじゃねみたいな。てか、何回若干つってんだよ。はい。で、これが Amazon で買ったね、なんだっけこれ。サマータイムみたいなの忘れちゃったんだけど、アマゾンで買ったやつなんですけど、なんとですね、スウェットの長ズボンなんですよ。あ、そう、これだけなんですよ、今1枚、長ズボンって僕持ってるとして。はい。これもね、まあ、そのうち手放すか、まあね、ブックオフとかにポイってやって、で、また新しくアマゾンとか、これ2000円とかなんですよ。コスパ良くないですか？ 2000 円で、しかもこれってスウェットっていうか、その、なんだろう、アクティブウェアというか、こう伸びるタイプなんです。スポーツウェア生地というか、ポリエステルというか。そう、で、しかも長袖、長ズボン。そう、だから汗かいてもすぐに乾く、洗濯してもすぐ乾くし、こう、膝とかをさ、痛めないというか、ジーンズとかだとさ、膝痛くなるけど、これってもうスポーツウェアなんで、そう、全然いろんな角度に足をやっても、こう、スクワットしてる時も全く問題ないという。そう、しかも2000円。しかもそのデザインがスーパーシンプルなんですよ。そう。久しぶりに開けたな、この袋。はい。まあ僕の洋服これだけっすね。はい。ダウンとかもこの前手放したばっかりなんで、だから合計すると洋服が、1着、2着、3着。これがいわゆる長袖。長袖系ですよね。長ズボン1枚と長袖2枚。これが3、3。で、4、5、6。で、もう1枚合わせて7。そして、短パンが8。そしてもう一枚、9。9着だけですね。9着。そうだね、9着だけだね。そう。え、すげえ。え、すげえとか言っちゃった。まあ、どうでもいいや。まあ、はい、皆さんもね、まあ、身軽になりたいなって思った人とか、なんか、運動したいなって人とか、ね、コスパいい、ね、洋服ないかなって思った人は、本当ユニクロ行けば、もう今の僕が紹介したものほとんど揃えます。で、あとはズボン欲しいなと思ったら Amazon で買えば OK だし、ね、ちょっとウィンドプルーフジャケット欲しいなと思ったら、まあぶっちゃけ僕 GU たまたまその GU で買っただけですけど、まあ今とかね、ユニクロとかでも売ってると思うんですけど、まあほぼ揃いますよね。はい。まあそんな感じで、夏の服これでいいですよね、みたいなお話でした。で、秋はね、秋で、今の見せた洋服を、まあ1枚増やしたりだとか、もしくはもう普通にこのまま短パンで行きたいけどね、楽だから。これ履くだけで終わりなの。そう。ただ今日ね、ちょっと今外ベランダでね、読書してたんですけど、風がついに冷たいですね。うん。ついにね、あれ？なんかひんやりすんな、みたいな感じになってたんで。まあね、まあこの先どうなるかわかんないんですけど。まあ基本的に僕は洋服これだけです。で、これで前回はダウンが1枚あって、長ズボンももう1枚ありました。そう、これだけです。ダウン1枚と長袖、長ズボン1枚。これがね、この前はあったんですけど、それが今減ってる状態なので、まあ今後もそういう感じになるのかなと思います。まあいいや、すげえどうでもいい話しました。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。皆さんもね、はい、そういうことです。 はい、そういうことです。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。この動画はね、あ、ちょっとでも、なんかちょっといいな、ちょっと参考になっちゃったなって思った人は、高評価ボタンを押しておいてくれれば、僕が、あ、やった、高評価だ、なんか嬉しいっていう気持ちになるので嬉しいです。ありがとうございました。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。